キャンプボニファスにある世界で最も危険なゴルフコースゴルフ場の案内にも世界で最も危険なゴルフコースとの説明があるキャンプ。ボニファスは朝鮮半島軍事境界線沿いの共同警備区域半門店にある国連軍の軍事基地。軍事境界線の南側400メートルに位置し、非武装地帯の北側境界から2400メートルに位置する。救命キャンプキティホーク。 2006年には大韓民国に返還されている。キャンプボニファスは共同警備区域の本拠地にあたり、その本来の任務は朝鮮戦争休戦協定の実施状況の監視にある。このほか非武装地帯とその周辺での国連軍の活動の見学ツアーの護衛にもあたっている。このキャンプには非武装地帯や共同警備区域関連商品を扱うギフトショップもある。 近くで起きたポプラ事件で殉職したアーサー・ボニファス、大尉を忍んで、1986年8月18日、キャンプ、ボニファスト解消。ここには1ホールパー3で人工芝のグリーンを持つ、ゴルフコースがある。ここは3型を、地雷原に囲まれており、アウトオブバウンズになったボールが地雷を直撃し、爆発させたこともあるため、スポーツイラストレーテッドに、 最も危険なゴルフコースと呼ばれている。このキャンプは軍事基地としては極めて小規模であり、ワシントンポストのケビン・サリバンの1998年の報告ではいくつかの建物があり、周囲は三重の有志鉄線で囲まれており、軍事境界線から440ヤードの位置にある、少し大きめのボーイスカウトキャンプのようだと述べている。ありがとうございます。